4年前、自民党の若手、日本の未来を考える勉強会、安藤博会長と、保守系、日本の尊厳と国益を守る会、青山繁晴代表は、2020年3月30日、合同で記者会見を開いた。両グループを合わせて100人を超える消費税減税勢力が結集した。日本の未来を考える勉強会は、会長の安藤博が2021年10月の衆院選出馬を見送り、同年12月5日に開催した。前列左から木内稔、安藤博、青山繁晴、山田博。2024年9月、高市内閣の人事が発表された。財務大臣西田昌司、外務大臣木内稔、内閣官房副長官青山繁晴。プライマリーバランス黒字化、財政均衡を否定し、積極財政に転換する。消費税の廃止はしないが、当面0%とするための法案を作成する。藤井聡京大大学院教授が内閣官房参与に起用された。西田昌司は1958年9月19日、京都市生まれ、私立東南高校、滋賀大学経済学部卒業、税理士。1990から2007年、京都府議5期。2007年から参議院議員、京都府選挙区3期目。西田昌司チャンネル登録者16万1000人。週刊西田登録者12万2000人。木内稔は1965年4月19日、東京都新宿区生まれ、警察庁長官木内康光の子。本籍は静岡県浜松市。幼少期は広島で過ごした。新宿区立幼稚園、西ドイツの小学校、神戸市立小学校、港区立小学校、横浜市立中学校と転校を繰り返した。開成高校、東大教養学部国際関係論文科卒業。外務省、2003年衆議院議員初当選、静岡7区。2005年、小泉内閣の郵政民営化法案に反対。同年の衆院選で刺客の片山さつきに敗れて落選。自民党から離党勧告を受けて離党。2009年の衆院選で復帰、6期目。安倍内閣の外務副大臣、環境副大臣、日本の未来を考える勉強会の顧問。2021年の自民党総裁選で高市早苗選対本部事務総長。青山繁晴は1952年7月25日、神戸市長田区生まれ、姫路市の淳心学院中高卒業、慶応義塾大学文学部入学、退学、早稲田大学政治経済学部卒業。共同通信、株式会社三菱総研、有限会社独立総合研究所。2016年から参議院議員、比例区2期目、日本の尊厳と国益を守る会代表。青山繁晴チャンネル僕らの国会、登録者58万8000人。藤井聡は1968年10月15日、奈良県生駒市生まれ、大阪教育大学附属高校平野校舎、京大工学部土木工学科、大学院工学研究科土木工学専攻修士課程修了。京大で博士工学、京大大学院工学研究科教授。2012年、安倍内閣の内閣官房参与、防災・減災・ニューディール政策担当。2018年、安倍政権の消費税増税に反対して内閣官房参与を辞任。YouTube 藤井聡、登録者5万8700人。
高市早苗首相は1961年3月7日生まれ、奈良県立畝傍高校、神戸大学経営学部卒業、衆議院議員9期目、元米下院議員事務所勤務、テレ朝とフジテレビの番組でキャスター、近畿大学教授。2023年4月25日、ボストングローバルフォーラム BGF から AIWS 世界リーダー賞を受賞。